M61 バルカンは、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック社が開発した 20mm ガトリング砲航空機関砲や艦艇市場部隊用の抵抗度防空用機関砲として用いられる。日本においては、開発時のコードネーム、及び製品名であるバルカンの名で知られる。M61 は、20mm のガトリング砲で、6本、並べた方針を、 半時計回りに回転させて、連射を行う。現在、M61、M61A1、M61A2 の3モデルが存在し、信頼性が高いことなどから1958年に、ロッキード F-104 スターファイターに搭載されて、以来、アメリカ空軍の機関砲を搭載した、戦闘機のほぼ全てに採用されている。また、CIWS の一つ、 ファランクスなどにも使用されている。開発は1946年から開始されている。これは航空機の高速化を見込んで航空機関法の発射速度増大が必要となり、その方法として多方針機関法、ガトリング法に注目したためである。発射速度が非常に高いところを目標としたために、方針を動作させる外部動力にガス動作式は不安があり。 電気動作式となっている。開発が完了したのは1956年のことで、ある。発射速度は、戦闘機に搭載する場合、毎分4000発と6000発の切り替え式で、毎分6000発の発射速度で射撃する場合、およそ2トンの反動が生じる。ただし、ガトリング砲全般に言えることであるが、発射開始から規定の回転数までのスピニアップに、時間がかかるため、 その間は、スペック通りの発射速度は発揮できないほか、重心の回転が安定していないため、集団も回転方向にブレる傾向がある。M61A1 では、球団機構に改良が加えられ、当初 F-22O として開発された M61A2 では、方針の肉圧を削ることで、耐久性を犠牲にしつつも、 スピンアップ時間の大幅な短縮に成功している。なお、射撃停止には0.5秒程度の時間を要するほか、方針の加熱による影響から、1回の発射時間は2秒以内に制限されている。システム全体の重量は140から1 9 0ラムあり、軽量化した M61A にでも9 6ラムほどになる。 なお、FOD 防止のため、航空機搭載タイプでは、空薬莢は回収される。方針長は、標準で1.52メートル。信頼性に優れ、故障が発生する確率は10万発に1回程度とされている。また、方針寿命はおよそ12000から18000発、システム全体の寿命は15万発程度である。使用男子としては、 重量 100g の M50 シリーズが主に用いられており、M56 榴弾や M56A1 小移榴弾、M53 鉄鋼小移弾、M53A1 鉄鋼小移弾、M56A3 小移榴弾、さらには、新型のプグマイナス28半、鉄鋼小移榴弾などが使用される。ただし、合計 20mm では、1段あたりの破壊力が小さいと懸念する向きもある。 対艦ミサイル迎撃用である、バルカンファランクスでは相談等付け高速鉄鋼弾が使われるが、これはアメリカ軍では劣化ウラン製、日本やオーストラリアなどではタングステン合金製である。F-4 では E 型などの機種株に M61A1 が装備された M61、バルカン用2 0ト、mm、ル犠牲弾イタリア中華、民国アメリカ合衆国日本 M134 へ、 期間中展示される JM61A1M61A1 を住友獣機械工業にてライセンス生産したもの。ありがとうございます。